リリカクラスとは MSC クルーズで運行されている5万トン級のクルーズ客船のこと。厳密に言えばネームタイプではなくややこしい歴史を持っている。もともとは1999年にフェスティバルクルーズによって建造されたミストラルが原型で本来はミストラル級というべき船である。その後2001年にヨーロピアンビジョン2002年には ヨーロピアンスターズと同型船が建造されていったが、2004年にフェスティバルクルーズが破綻、船体は競売にかけられて、ミストラルはアイビロクリューサースに売却ヨーロピアンビジョンと、ヨーロピアンスターズは MSC クルーズに売却され、アルモニアとシンフォニアに改名された。そして、ミストラルの設計を用いて、MSC の新規船として建造されたのが、リリカとオペラである。 そのような経緯もあってか、中高はアルモニアとシンフォニアの方が早いのだが、MSC クルーズのパンフレットでは、リリカクラスと表記されており、本校もそれに従っている。このため、アルモニアとシンフォニア、オペラとリリカではデザインが微妙に違っている。ありがとうございます。